ついでやるよ。いいよ、自分でやるよ。出しな。いいよ、自分で行く。キイチンとか屋業までやってるくらいだから景気がいいんだろうね。大したことないんだろ。ケンちゃんとか近頃すごい景気だね、うん、うち中のなりまで違ってきたからね。なんて言ったって鉄工場はね。俺なんかダメさ、いつまでたったって大したことはねえや。あんちゃん、あんちゃん買ったオーバーいくらしたんだい。花だろ。当たり前ぞ。お母ちゃん、もう起きてもいい？まだ早いよ。もう少し寝てな。つ、無理言ってら。あ、ちょっと漬物はまだお使いに行ってきておくれ。しようがない子だよ。幸吉。母ちゃん、また脱臼かい？俺、弁当の中にラッキョウが入ってると電車の中でとっても臭いから嫌だ。たくあんの方が臭いやん。鮭の方がもっと臭いぞ。あれはね、あったかいご飯のそば入れるから臭いんだよ。なんですね、お前さんまで。おい、電車までやろう。よし、じゃんけんぽん。おはようございます。おはよう。源次さん、綺麗になったね、あの娘。源次と同じ年に卒業したんだって。ああ、本が開きましたから、お読みになるんでしたら帰りにお寄りくださいってそう言ってよ。ち、なんだ俺に言うんじゃないのか。兄さんなんだかむっつりしてたわね。うん、今日少し機嫌が悪いんだよ。そう、じゃあ頼んだわよ。さよなら、行ってらっしゃい。け、お優しくせえぞ。ねえ母ちゃん、次郎ちゃんは中学行くんだってさ。そうかい。もう小僧は嫌だな。そんなこと言ったってお前、あんちゃんたちだって学校出てすぐ働いているんだよ。母ちゃん、僕は軍人になるんだよ。士官学校行くの、いいだろ。いいともいいとも。幸吉、お前は大将になるんだったな。母ちゃん、私は、お前はね、お前は女のルンペン。小吉、何バカなこと言うの。ひで子はね、綺麗なお嫁さんになるんだろ。あたし綺麗なお嫁さんよ。ねえ母ちゃん、僕小僧はどうしても嫌だな。母ちゃんは知らないよ。お父ちゃんに相談したらいいじゃないか。はい。
日村、これあげるよ。あ、君が卒業してからのことをお父さんなんて言った？まだ相談しないのかね。小僧に出すって言ってます。そう。まあどっちみち働くにしても将来のことをよく考えなきゃいけないからね。先生もよく考えておこうね。さあ帰りたまえ。とにかくこのままじゃいつまでたったってどうにもならないと思うんです。親を養うことだって女房を子を持つことだって。そりゃここに何年勤めたって昇給はたかが知れてるしね。それに君のような頭のいい人がそんな仕事をいつまでもしてることは第一惜しいよ。そんなことないですけど、とにかくもう少し学校へ行きたいと思うんです。ただ僕はどんな苦学でもするつもりですが、そのために家へ入る金が少なくなることはみんなを苦しめることですし。で今働いてるのは？親父と弟二人と四人なんですが、みんなの収入を集めてギリギリいっぱいの生活をしてるもんですから、誰が一人かけても早速困るんで。なんか本当に羨ましいですわ。出来のいい息子さんあんなにたくさんいらして。出来がいいんですかどうですか。ただ大きくなるばっかりでね。もう皆さんいいお給金音になるんでしょ。なにあんた、弁当ばっかり大きくてお給金はスズメの涙ほどですからね。そんなこと本当ですよ。ご飯だっていくら麦多くしたっておつかないくらい食べるんですからね。だって皆さん働き者ですもの。結構ですわよ。いいね。市場へ。ええ、今日はタラがとても安いんですよ。私も買いましたけど、タラ豆腐にでもしようと思いましてね。じゃあ私も見てみましょう。何しろいろんなものが高くなりましてね、でもいつもいつも変なものばかりじゃブツブツ言いますしね。毎日苦労しますわ本当に。じゃあごめんね。あ、タラですよ。それから負けますからね。言わなくちゃ損ですよ。そうですか、どうも。
タラもタラ豆腐にするとうまいんだけどな。そりゃうまいだろうけどさ、お豆腐だって一つ5銭だし、それにうちじゃ一つや二つじゃ足りないんですからね。うん、まあそりゃそうだ。あんたがお酒でも飲まなきゃ別ですけどね。しかしこの煮付けもうまいよ、なかなか、うん、毎日毎日狂ったらありゃしね。おい幸吉、勉強も済んだか。え、まだだろ。お父ちゃん、もう分かんないんだよ。どれどれ。よし、ときさん、どうも近頃の算術は父ちゃんが教わってた頃と違うらしいな。これは分かんないの。え、これは教わらなかったらしいから。ちょっ、2回って聞いてごらん。音が伝わる速さは倍質によって異なる。空気中では摂氏0度の時毎秒約331メートルである。 You are a girl? I have a sister. You have a brother. I am your brother. You are my sister. あの時ザクッと親指を川に突き立てたら、嫉妬しぶきがほとばしって爪を黄色く染めたものだった。昔伊豆の香り、私はずっと小勢を仰ぎ見た。今は舞台長になって遠い戦地に行っているおじさんを思いながら、水漬けの白菜、なんという水切れしさであろう。噛めばサクサクと歯切れよく、朝の兄ちゃん、これ教えてよ。父も母も兄も妹。兄ちゃん、これ教えてよ。略したもので、 Are you a girl? お前は女か。ちょ、男だ。 No.I am not a girl. I am a boy. ちょ、太鼓の革やバイオリンの人は大きく振動している。それに対して軽くなると音は弱い。教えてやる。 Is that? It is a rose. The rose is in a bar. まっちゃん、お嫁さんもらうのかい。あさって来るんですってさ。顔出さなきゃいけないだろ。ああ、行かなきゃ具合悪いだろうな。着物は？着物は普段のでいいだろう。何かお祝い物持ってかなきゃいけないだろう。どうしようね、感情前だし。そうだな。栄作が少し持ってるんだけどね。あいつはどうして？毎日やるお小遣いを貯めてね、この間そっと見たんだけど2円近く持ってるんだよ。うち中で一番金持ちやねんか。しょうがないからまた借りようと思うんだけど。え、またって前にも借りたのかい。去年70銭ばかり借りてね、まだ返してないで具合悪いんだけど。かわいそうだな。そりゃかわいそうだけどさ、親子の間だもの。そうかな。あいつもキイシと同じように学校の出来もいいんだし、やっぱり利口なのかな。そりゃあんた、記事よりも利口なとこがあるんですよ。こいつはなかなか苦労だって。おい、栄作、風邪ひくぞ。俺とあの、お前と一緒になったのはいくつの時だっけな。はあ、だ嫌だよ、忘れたのかね。私が19でさ、あんたが6だったんじゃないの。ほら、初めて会った時さ。そんなことは聞いちゃいないよ。そろそろ喜一の嫁の心配だ。喜一はまだ早いよ。長男だからな、できれば早くもらって落ち着かせなくちゃ。まあもう2、3年はいいやね。そのうちには源氏だって昇るだってもう少しは稼ぐようになるだろうし。そりゃそう、せっこたんないさ。お前の娘どう思う？喜一も先も好きらしいんだけど。どれさ。
と面白いのよ。だけど私この主人公の恋愛観に賛成できないんだけどな。喜一さんどう思うか読んで意見聞かせてよ。うん、近頃忙しいの？うん、今度のお休みにどっか行ってみない？うん。どうしたの？うん、やだわ。どうかしたの？うん。談判があるんだよ。本は？本持ってかないの？ねえ父ちゃん、親不孝になるかしんないが5年間暇をくんないか。やぶから棒にそんなこと言って暇取ってどうするつもりだ。俺は今の工場に勤めていたって一生うだつ上がんないから、あそこを辞めてどっか他の夜間でも昼間でも学校行けるとこへ変わるつもりなんだ。そして電気学校を卒業して講師の免除を取りたいんだ。そうすれば27、28の時は悪くても6、7円の月給は取れるだろうと思うんだ。うん、しかし。いや、俺が出てけばうちが困ることはよく知ってるよ。だから父ちゃんに頼むんだよ。だってこのままじゃ何年勤めたってどうにもならないことは分かってんだ。ねえ、俺は死んだと思ってくれればいいじゃないか。バカ野郎、生きてるもんがどうして死んだと思えるかよ。米は上がる、薪も醤油も上がるし、お父ちゃんのお給金は下がる一方なのに、お前にまで出て行かれたら後はどうなると思うんだよ。だからさ、今それを話してんじゃないか。聞いていたよ、ちゃんと聞いていたけど、こっちの困ってるの知りながらよくまあそんな身勝手が言えたもんだ。身勝手じゃないよ、母ちゃんなんかに分からないんだよ。分からないことなんかあるもんか。誰かにうまいことそそのかされてきたんだろ。まあいいからお前黙ってろ。それで、うちを出て他に当てがあるのかい？俺の方の組長さんが学校時代に世話になったことのある弁護士のうちへ書生に世話してもいいと言うんだ。その組長はほら、父ちゃんにいつか話した早稲田の校歌を苦学して出た人なんだよ。お前の言うことももっともだが、出し抜けじゃ俺にも考えがつかねえや。じゃあ土曜日の晩まで考えといておくれよ。俺日曜に組長の家へ行く約束だから。よしよし、まあ飯でも早く食えよ。飯はもういいんだよ。じゃあ茶でも飲んじゃどうだ。茶なんかたくさんだよ。どうすんのさ、きっと誰かにそそのかされてきたんだよ、あんた。ろくでなしが、うちの困ってることも考えないで、少しで足が自由になると勝手な熱ばっかり吹きやがって。ガーガー言うなよ、あいつだって一通りのことは考えてるんだ。あんちゃん、本当にうちに出んのかい？そのことでみんなとも相談したいんだ。
まあ座るよ。あの子たちどこへ出かけて行ったんだろうね。どこへ行きやがったか。あいつらみんな兄貴の肩を持ちやがって。お風呂かね。今日はみんな深刻な顔して。あっち行っててくれよ、重大な会議なんだから。やだわ気持ちが悪い。あんちゃん、考えても仕方がないとなるようにしかならんと。ははあ、そうか。あった。父ちゃん、先行くよ。うん。今日何曜日だ。水曜だよ。どうしよう。父ちゃん。うん。馬小先生がね、学校出たらどこ行くんだって。うん。で、お前なんつった。子供になるんだって言ったんだよ。先生関心だって褒めたろ。うん、先生も考えとくって。あ、そうか。今度会うときっと褒めてくれるじゃんな。父ちゃん急いでるからな。しっかり歩けか。
って銭足らずかね。なに、そろばんから慕わねえんで。いや、冗談でなしに、お前さんとこなんか本当に羨ましいよ。長男はもうだいぶ稼ぐんだろうが。いや、その長男で頭を悩めてるんで。何か道楽でも覚えたんかよ。いや、女ができたとか道楽を覚えたとかっていうなら意見のしようもあり、親の意向も聞かせられるんだが、うちを出るって言いやがってね。うん、なんでね。まあ無理もねえと思うんだけど、学校行くのに5年暇をくれってね。それにもともと学問が好きには好きだった、今のまんまじゃ先々親も養えねえし、女房も持てねえからってんだよ。しかし感心だね。うちのやつなんか確か同い年だと思うんだけども、毎晩赤い顔して帰ってきやがって、給料なんてろくに持って帰ってきたことはないんだからね。まあ関心って言えば関心のようなもんだけど、今うちを出られたら5年はおろか一月だって答えるんでね。いや、しかしそれはなんだよ、関心な子だ、よくできた子だよ。それはなかなかよくできた子だとは思う。いや、今時少ないよ。いや、それほどでもない。しかしまだ酒なんかあんまり飲んだことないらしいし、タバコは全然飲まないし、毎月入れるものはきちんと入れるし、まあそこら関心だね。うちのとはだいぶ違うね。そんなに飲むのかね。飲むだけならまだいいんだけど、どうもこれがあるらしいんでね。それは気をつけんといかんね。どこ行くんだよ。いいから黙ってついてこいよ。小田の。ほら、よすよ。いやねえか、なかったんじゃ付き合いよ。今日は行こうよ。用があるんだ。約束があるんだから勘弁してくれよ。いいじゃねえか。な。いいじゃねえか。よ。よすよ。え、さよなら。源氏たちはどこ行ったんだって。夜店でしょ。あいつらもうずうずしてやがって。喜一に暇をやったら何て言い出すか分かりゃしねえ。一匹走りゃみんな走るってね。近頃生意気になったからね、少しきつく言ってやらなきゃダメだよ。平作どうした、金貸してくれたか。さっきちょっと話したんだけどね、あの子は大丈夫だよ。お前大丈夫か。本当に無理すんなよ。大丈夫だよ、逃げるんだ。今夜はみんな使ってんだ。そうか、もう一ついいか。あ、いいよ。天ぷらそばいいか。あ、いいよ。ねえ、天ぷらそば一つくれよ。はい。俺もいいか。あ、いいよ。カムライいいか。いいよ。カムライ一つ。はい。おっきいあんちゃんもいるといいんだけどな。平作、10銭貸せよ。どうすんの。古本館で二人で帰ってな。
風呂かね。うん。昨夜行ったじゃない。うん。まあいいや、あったまってきよう。それで兄さん、本当に家を出るつもりなの？どうかな、あんちゃん気が弱いからな。そう、やらしいもんね。みっちゃん好きなんだろ？何よ生意気って。ねえみっちゃん、今度の休みに二人で写真でも見に行かない？あんたおにぎりがなくなったら一緒に行ってもいいわ。源さん学校にいた頃、田島屋の真似が上手でよくやってたわね。俺人がいいからな、おだてだいてよくやったんだよ。大河内の前なんてとってもうまかったわよ。よせよ、おだてるの。誰もいないからいいじゃないの。やだよ。このコーヒータダにしてあげてもいいわ。これ、ただか？ええ。やだ、おかしいや。なにわ節ならやるけど。あら、なにわ節やるの？それでもいいわ。ちょっと照れるな。まあいいや、このコーヒーがタダだと思うや。トン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 、クロワゲン64年人春は弥生の中の頃七重屋へ。もう帰るよ。あ、ねえ、さっき言ったことを親父に黙っててね。何さ？一緒に活動行くって言ったことさ。言いつけるわよ。頼む。おい源次、何をしてんだよ。あんちゃん来てないのかい？あんちゃんまだ帰らないのかい？遅くまで遊んでないでお帰り。おやすみ。さよなら。おやすみなさい。帰らないつもりじゃないのかね。そんなことはないよ。あの子の荷物見てみたら。よし、そんなら君たち5人で、こっちはオイラと竹坊とカンプリでいいや。うるさいな。あとは百貨店の筋向かいは商社のボンベイ、しゃくれた青を突き出していった。ダメだよ、それじゃ。気をつけ。
ただいま。遅かったね。あ。ご飯は？いらないよ。あ、おかえり。ただいま。寒かったろ？お茶でも飲まないか？いらない。はい、ねえあんた、栄作のしょうがないやつったらありゃしない。お金をみんな使っちゃったらしいのよ。なんだって？前みたいに返さないと思ったんでしょ。無理に使っちゃったらしいのよ。あんちゃんたちに思っちゃったんですって。うん、まあそれは無理もないや。あんたはそれだからダメよ。まあこんなとこでそんなこと言い合ってもしょうがないじゃないよ。今日ね、うちのそばへお嫁さんが来るんだよ。知ってたろ、マッチョ。あら、そう？ちょっと観察してやろうと思ってね。それで早く帰ってきたの？バカね。だからニキビが増えんのよ。ねえ、兄さん夕べ遅かったの？うん。忙しいのかしら。これどうしたんだ？買ったのか？うん、もらったんだよ。誰に？和尚先生に。うん。信嗣、お前お嫁さん見たか？ああ、見たよ。綺麗だったか？うん、真っ白くよ、わからねえのさ。残念だったな。飯、いっぱい余計に食ってたんで見逃しちゃった。何か冷たいもんくんないか？お酒飲んだのね。じゃあ水がいいわ。珍しいわね、お酒なんか飲んで。お酒飲んで俺変わった？ううん、そんなに分かんないわよ。今日はなんだか飲みたくなっちゃったんだ。本当に珍しいわ。大丈夫？ああ、
私見たのよ。とっても若いお嫁さん。あら、帰るの？大丈夫？大丈夫だ。ほら、ダメじゃないの。少し横になって休んでいったら？寝なさい。ずいぶん賑やかだったらしいね。ああ、今夜だいぶ飲まされて、何しろが大変さ。キイチはまだ帰りませんよ。毎晩遅くまで何しちゃうんだろうな。源次たちはいますよ。源次、喜一毎晩遅いがおめえ知らねえか。今夜和尚先生のとこ行くって言ってたよ。和尚先生んち？何やしに。うん、何度か知らないけどさ。ちゃん、おめえたちに何とか言ってなかったか。親不孝になるか知らないが、今度だけは決心をしたから後を頼むって言ってたよ。うん、帰ってくるだと痛ましくなるのただいま。ご飯は？いらないよ。なんだ、父ちゃんいたのか。飲んだのかい。ああ酔っ払っちゃった。お前、和尚先生ん家行ったんだって。ああ父ちゃんによろしくってさ。和尚先生、何て言った。はあ、いろいろ言ったよ。なんだか分かったような分からねえような。ちょっと俺には一口に言えねえんだ。何だ、何のことだよ。親孝行とは何かって引きに行ったんだよ。で、先生は何て言った。だから一口に言えないって今言ったじゃないか。しかし父ちゃん、俺は決心をやめたんじゃねえからな。そう思っといておくれ。どんなことがあったってやめやしない。俺はもう22だ。
グズグズしてたら一生棒に振っちまう。何もダメだなんて誰も言いやしねえ。だって嫌だって顔してるじゃねえか。ちゃんと分かってろ。だけど俺はもう組長にもそう言ったし、ゆんべ世話になる弁護士さんとかも言ってきたんだから。コーヒーを持ってやるから来いよ。おい、あんちゃんいいのかい。無理すんね。ちいちのやつ酒なんか飲んでたが、どうしたのさ。どうしたんだか。どこへ出かけていったの。一気たなしにガツガツ飲むからさ。ガツガツしねえったって、継がれるもの飲まないわけにいかねえじゃねえか。それが意地が汚いからよ。母ちゃん、僕ね、少年航空兵になるんだよ。いいだろ。ああ、何にでもなりな。もうお前は大将になるのをやめちゃったのか。だってしんちゃんが大将になるんだもの、僕やめちゃった。私お嫁さんなんのよ。ねえ母ちゃん。おい、今日和尚先生のところへ相談行ってくるぞ。何をさ。喜一のことさ。ああ、何かいい知恵を貸してくださるといいね。父ちゃん、僕のことは。お前はまだ小さいんじゃないか。お前のことは後だっていいんだよ。母ちゃんがお金貸せっていうのに使っちゃったりしてさ、少し先生に叱ってもらうといいんだよ。よせよせ、いつまでそんなこと言ってんだ。お前のことも先生に話してみるぞ。自分は酒でも飲んで頭が痛いのなんのって勝手なこと言ってりゃいいんだろうけどさ、少しはこっちの身にもなってもらいたいもんだよ。うるさい。どうしたんですか。出し抜けなもんで喜一君の言うことはよくわからなかったんですよ。それがいきなり親孝行とは何かっていうんで、それにはいろいろ事情がありまして。その事情というのをいくら聞いても言わないもんで、まあ下手な理屈だけを言っておいたんですが、一体どうしたんです。喧嘩でもしたんですか。いえ、喧嘩のどうのってんじゃないですよ。実はどうも困った問題なんでして。そうですか。それで分かりました。それあなたもやりきれないわけですね。親孝行を傘にして
せがれたちに仕入れ気なんてないんですが、何分どうも。そうですね。あれの希望にしましたって大した野心じゃないのでして、せいぜい女房子が持って二親ぐらい満足に食わせられるようになりたいというんですし、たとえ成功しないったって私も石にかじりついても我慢してやりたいところなんですが、何しろあれが飛び出しますと後のやつもみんな飛び出すのは目に見えてますし。いや、困った問題ですな。なんとか一つ先生から意見をしていただきたいと思いまして。意見などという性質のもんじゃないが、とにかく明晩参りましょう。そしてみんなで話し合ってみようじゃありませんか。親が悪いのでも子が悪いのでもないと思います。どうすればいいか一つみんなで考えてみようじゃありませんか。なんだよ、あんちゃん。しびれのおまじないだよ。断っとくけど、僕は石村さんに頼まれて喜一君に意見をしに来たんじゃないよ。またそんなことをすべき性質でもないんだからね。また僕にも別にこうしたらよかろうという解決案もないんだ。石村さんが飲んだくれるとか喜一君が怠けるとか言うんなら問題は簡単だがね。だからみんなで一つ思うところをそれぞれ話し合ってみようじゃないか。どうだね、源次君なんかどんな希望を持っている？僕は海軍を志願しようと思ってます。10年も辛抱すりゃ兵装ぐらいにはなるでしょうから。のぼる君は？こいつはとても大きな希望を持ってるんです。バカ野郎、隠すことなんかねえじゃねえか。のぼるは弁護士になりたいと言ってるんです。そう、いや立派だ。そうやってみんながちゃんと成功するんなら石村さんだって本当に嬉しいに違いない。先生は僕らが成功なんかしないとおっしゃるんですか？いやいや、そんな。いえ、成功します。僕は石にかじりついてもきっと成功してみせます。まだ分かりませんこと。たまらんか喜一。もう僕は我慢しきれません。僕は22歳です。今にして将来を覚悟しなきゃいつできると言うんでしょう。
現在の工場など100年勤めたって女房を満足に食わしていけるにはなれません。随分貧乏にも我慢してきました。こう言うと父ちゃんに当たるようで誤解するかしんないが、小学校を出るとすぐから、いや小学校にいる頃から僕は誰にも負けないように働いてきました。2、3年の頃から源次と2人で納豆を売ったり辻裏を売ったりもしてきました。生まれるとから22年間、いつかは良くなるだろうと辛抱してきたんですが、これでもまだ我慢しなきゃいけないんでしょうか。聞いたふうなことを言うな。こいつ、まあ石村さん、ぶたれたっていい。俺は父ちゃんの悪口言ってんじゃないんだ。俺はこれから先一生涯目先のない生活をしたくないからなんだ。野心とか名誉心とか言うんじゃない。ただ満足に食うためだけの一か八かの決心なんだ。成功しなかったらその時はもう未練なんかねえんだ。いいから出て行き、5年でも10年でもいいから好きなようにやってみろ。成功しようとしまいとそれはできるんだ。あとは何とかやっていく。源氏も昇も栄作も思うままにやってみろ。あとは何、6回すってもやっていき。おめえらに頼ったのが悪かった。俺だってまだ頑張れるさ。はい、この通過切りの垂れ字にすることもあるめえさ。おい吉君、ちょっと外に出ないか。そこらで茶でも飲みながら話そうね。世の中ってそんな狭いものでもないさ。今の若い者がこんなことでべそつけようじゃダメだよ。え、あんちゃんどうすんだ。父ちゃんだってかわいそうだもんな。出ていかないよきっとね。え、先生、すいませんでした。泣いたりなんかして、でもなんだかさっぱりしたような気がします。君は利口なんだからよく分かってると思う。さっきも言った通り、僕には今どうしろとかどうした方がいいなんてことは言えないんだ。君の気持ちを尊重してるからだね。焦ることはない。今の気持ちを捨てないで努力することだ。僕はそれだけを希望してる。努力してみます。よし、俺は長期建設で頑張るぞ。俺も頑張るぞ。頑張れ。Thank you.